についてのお知らせです。こんにちは、チームオブドラゴンのキッズメンバーです。飯能市もフードバンクを始めることになりました。フードバンクとは食べ物を捨ててしまう、フードロスを減らし、食品を必要な人たちに届ける地球に優しい取り組みです。毎月第2日曜日午前10時から12時、場所は福祉センター1階です。消費期限1ヶ月前の未開封の食品のみ受け付けます。平日は福祉センター